できた嫁だなんてとんでもない。嫁というより奴隷ね。義母は自分が主催したホームパーティーで、招待した友人たちが私のことをいい嫁だと褒めると、眉をひそめて全力で否定した。私のことを嫁ではなく奴隷だと言い放ち、下品に笑ったのだ。義母は毎週末、友人を招いてホームパーティーを開くのが趣味だ。勝手にしてくれる分にはいいのだが、パーティーの準備は私の役目だ。たとえ高熱が出たとしても、休むことは許されなかった。この日も私は、ふらふらする体へ鞭打って、前日の準備や仕込みから、当日の給仕までを行った。それなのに、そんな私に義母は、感謝の一言もないばかりか、人前で奴隷だと言い放った。これまでも召使いのようにこき使われてきたが、あまりの言い草に涙が出そうになった。そして、私の中で何かが切れてしまった。奴隷だなんて。でもこの生活は確かにその通りだ。夫に相談しても義母の味方ばかりで私の話を聞いてくれない。私はこのまま義実家の奴隷として、一生を終えるのだろうか。いや、それは絶対に嫌だ。今の状況を打開するために何をしたらいいだろうかと考えた結果、私は行動を開始することにした。こうなったら、あれを仕掛けるしかない。私は義母と夫へ向けて、ある計画を企てた。今まで私を虐げてきた二人。そんな二人への仕返しのため、私は従順な嫁という仮面を剥いで、復讐を仕掛けることにした。義母はまだ私のことを見下しながら笑っている。この後、どん底に落ちていくことになるとも知らずに。私は美和子、45歳。夫は転勤のある会社に勤めており、今は単身赴任をしている。結婚後しばらくして、夫が転勤で地元であるこの地を離れることになった際、夫は義母との同居を私に言い渡した。突然のことに驚いたが、夫が私にそれを伝えてきた時にはすでに、夫と義母の間で同居は決定済みで、私には事後報告だった。年を取ってからの結婚だったし、遅かれ早かれ、そういうことになるとは思っていたが、想定よりもだいぶ早く急な話であったし、何より夫は単身赴任。夫が家に不在の中で義母と二人きりの同居になるとは、義母と夫は昔ながらの価値観を持っていて、嫁は夫を立てるため、夫よりも稼いではいけない。嫁は夫の実家に尽くさなければならない、という考えが、根強くあった。夫と付き合った頃から、私の方が夫に自然といろいろとやってあげたり、手をかけてあげることが多かった。それは、私の方が夫より5つ年上だったこともあり、自然な流れで、私もそのことに違和感を抱いてはいなかった。しかし、いざ結婚することになり、夫の実家に挨拶に行くと、早々に義母から、嫁になるということは、と、嫁としての心構えを説教された。そして、自分がいかに亡くなった義父や義実家に尽くしていたかということを語られ、私は突然のことに、あっけに取られてしまった。困って夫の方をちらりと見ると、夫は平然とした様子で、ちゃんと聞いときなよ、と、私に釘を刺してきた。そこで初めて夫との価値観の違いに気がついてしまった。しかし結婚の話はどんどん進んでいき、私も年齢的にも最後のチャンスだという焦りの気持ちもあり、何かを言い出すことはできなかった。夫との価値観の違いや、こんな義母と仲良くやっていけるのかと心配な気持ちはあったが、夫のことは愛していたし、きっとうまくやれる。そう自分に言い聞かせ、
予定通り籍を入れたのだった。結婚前は私はメガバンクの総合職としてバリバリ働いており、同年代の中では年収は高い方だった。仕事での頑張りが認められ、それなりの役職にもついており、やりがいを感じていた。しかし、そんな恵まれた環境だったにもかかわらず、結婚を機に私は仕事を辞めるしかなかった。私が夫よりもいい会社で働き、なおかつ夫より年収が高いことを義母は決して許さなかったのだ。義母は、嫁がそんなところで働いていたら私の息子が解消なしだと思われてしまうと世間体を気にして私に仕事を辞めるよう詰め寄った。夫は中小企業の営業職として働いていた。企業の規模が違うため、確かに年収に差はあった。しかし、そんなこと私は気にしなかったし、現代の世の中は規模が主張するような風潮ではない。私がそれを言っても、規模は全く聞き入れる気はなさそうだった。困った私は、夫に義母を説得してくれないかと頼んだ。しかし、夫はため息をつきながら、母さんの言うことはちゃんと聞いてくれ、というだけで、取り合ってくれなかった。仕事は辞めたくなかったが、頼みの夫も私の味方をしてくれず、泣く泣く辞めるしかなかった。その後は夫の扶養内で、介護のパートをすることになった。介護の仕事を進めてきたのも義母だった。介護なんて誰でもできるし、将来私の面倒を見てもらう時にも役立つからね。介護の業界に詳しくない私でも、介護職がどれほど大変な仕事かくらいは想像に難くない。簡単に言ってくれるな、という気もしたし、何より義母にそんなことを言われて働くのは尺だった。ただ、介護業界が今後伸びしろのある業界であることは確かだし、働きながら資格も取ることができるので、悪くはないかもしれない、と思い、近くの介護施設でパートを始めたのだった。夫の単身赴任と同時に、義母との同居を言い渡されたのは、そんな時だった。嫁の立場の私に決定権はなく、そのまま住んでいたアパートを引き払い、義実家での義母との同居生活がスタートした。家事はもちろん、嫁である私の役目。朝が早い義母のために、私は朝5時前には起きて、朝食を作った。義母は食にうるさく、洋食は好まないので、トーストなんてもってのほか、ご飯も炊きたては絶対。朝食は味噌汁に小鉢を2つ以上用意しなければ、手抜きだと怒鳴られた。その後はバタバタと掃除と洗濯を済ませ、義母の昼食を用意してからパートへ出勤し、夕方買い物を済ませて帰宅してからは夕飯の支度に取り掛かる。夕飯は義母のその日の気分に合わせて魚料理か肉料理かが決まるので、どちらも作れるように準備しておかなければならないのが決まりだ。夕飯の支度をしながらも義母からの、掃除が行き届いていないやら、いつも似たようなメニューばかり、といった小言を聞かなければならない。義母に夕飯を食べさせ、食後のお茶を出すと、次はご近所さんの悪口や、私への小言をネチネチと言い始める。それらをないがしろにするわけにもいかず、義母の話をひたすら傾聴し、やっと義母が満足して寝室に入ったら、私は夕食の片付けに取り掛かることができる。毎日この繰り返しだ。体も疲れるし、義母に嫌味を言われながらの生活はなかなかのストレスだ。しかし、義母によく言われる、子供も産めない豊島の嫁をもらってあげたんだから、という言葉を聞くと何も言えなくなってしまう。私が晩婚だったのもあってか、夫との間にはなかなか子供ができなかった。クリニックに通うべきか夫に相談しても、めんどくさいの一言だし、夫からそのことを聞いた義母は、
嫁が子供も産めない女だとバレてしまう、と世間体を気にしてクリニックに通うことを許してもらえなかった。夫と義母の上から目線な態度を日々受けて、私も年上の自分をもらってくれたという義理を感じており、また自分のせいで子供ができないことに責任を感じて、自分を責めるようになっていった。そのため、いつの間にか義母や夫に反抗するような気持ちはなくなってしまった。また、夫の給料は夫が自分で管理しており、毎月生活費を振り込んでくれることになっていたのだが、夫は生活費としてたったの3万しか入れてくれなかった。夫に言っても、節約して自分のパート代で何とかしろ、と言って増やしてくれることはなかった。パートは週5で入っていたが、人手不足な上に仕事内容はハードで、職場の上司や同僚の中には陰口やいじめが蔓延しており、環境がいいとは言えない職場だった。それでも夫が生活費をくれないので辞めるわけにはいかず、大きなストレスを抱えながら働いていた。義母の年金と私のパート代を足せば、なんとか生活はできたが、私が自由に使えるお金は、わずかしか残らなかった。自由に使えるお金が少ないので、隙間時間を見つけては、投資や貯金、節約についての本を読み、勉強をした。しかし、それを見かけるたびに義母は、怪しい、詐欺に加担しているんじゃないか、と、私に嫌味を言ってきた。義母は金が入ると、後先考えず、すぐにパーッと使ってしまう浪費家タイプだ。私が、この先何があるかもわからないし、今の時代は、個人で投資や貯金をすることも大切なんですよ、と、義母に説明したこともあったが、義母は、家事だけしてりゃいいのに、金にがめつい女だ、恥ずかしい、と、散々悪口を言いながら、聞く耳を持たず、去っていった。義母にはそうは言われたが、元銀行マンである私にとっては、投資や貯金はストレス発散の一環でもあり、少しずつ通帳の額が増えるのを見るのは、辛い義母との同居生活の中でも、私の小さな楽しみだった。平日は、ストレスのたまる職場で、クタクタになるまで働き、家では義母の世話をし、眠くなるまで、愚痴を聞かされる日々。ダメ嫁、一層浮気でもして慰謝料払って出て行ってくれればいいのに、息子ならもっといい相手がいるはずなんだけど、義母の私への小言はもはや口癖のようだった。そんな平日を乗り越えて、週末は少しはゆっくりできるかと思えば、そんなことはない。義母はホームパーティーが趣味で、毎週末5、6人の友人を家に招き、もてなすのだ。勝手にしてくれる分にはいいのだが、もちろんそのパーティーの準備は、すべて私の役目。義母からは、既製品のお菓子や食事ではなく、ちゃんと手の込んだ手作りのものを出せ、と命令されている。そのため、朝早くから飲み物や材料の買い出しをし、毎度クッキーやらケーキを手作りして、パーティーに臨まなければならないのだ。それはたとえ、私が熱を出したとしても、休むわけにはいかなかった。以前体調が悪く、ケーキ屋でケーキを買ってきてもいいかと尋ねたことがあったが、即却下された。手作りのものでもてなすという、義母なりのプライドのようなものがあるらしい。だったら自分で作れよ、と、喉元まで出かかったが、体調が悪い中で、義母と言い争いをする気分には、到底なれず、私は重い体に鞭打って、炊飯器でチーズケーキを作った。そして義母の友人が集まると、私はひたすら給仕係、まるで召使いだ。ある日のパーティーで義母の友人が、いつもお邪魔してごめんなさいね。お宅のお嫁さんは本当にできた方ね。と、私のことを気遣って
褒めてくれたことがあった。しかし、それを聞いた義母は、いやいや全然使えない嫁なのよ、嫁というか奴隷ね、と言い放ち、下品に笑った。奴隷だなんて。でもこの生活は、確かにその通りだ。私は奴隷として、一生を終えるのだろうか。義母の言葉を聞いて、私は絶望を感じた。この状況から逃げ出す方法は一つ。義母と夫に支配された生活を送っていたせいで、自分なんか一人では生きていけない、と思い込んでしまっていたが、この時初めて離婚の文字が頭をよぎった。その日の夜から、まずは気持ちの整理をつけるため、私は義母に言われたひどい言葉や、自分の辛い気持ちを日記に書き始めることにした。それからしばらくして、日記を書き進めれば進めるほど、改めて自分の気持ちは離婚一択であると気づくことができた。そして、まずは夫へ離婚を考えるほど追い込まれている現状を伝えようと考えた。夫が親身になってくれて状況が変われば、一番平和に解決できるからだ。しかし、そううまくはいかない可能性の方が高いことも気づいていた。夫が簡単に変わってくれるくらいなら、今こんなことになっていない。私は日記に加えて、離婚の時に証拠として提出できるよう、ボイスレコーダーを持ち歩くことにした。しばらくして、夫が単身赴任先から久しぶりに帰宅した。義母は久しぶりの息子との対面に、わかりやすく浮かれている。私は、夫と二人きりになったタイミングを見計らい、現状の辛い気持ちや、このままでは離婚も考えているという話を切り出した。離婚というワードを聞けば、夫も少しは動揺して、耳を傾けてくれるのでは、と考えていたが、夫は私の話を聞くと、イライラした様子で、お前が悪い。嫁と母親の仲が悪いような家に帰ってきたくない、と吐き捨てた。そして夫は義母から聞いていた私の悪口を鵜呑みにして私を責めた。義母は私のことを家事もせずに怪しいお金のことばかり考えているダメな嫁、と夫に告げ口していたようだ。嘘の告げ口をしている義母にも腹が立ったが、それを疑いもせずに信じている夫にもがっかりした。もしかしたら、なんて期待した私がバカだったのだと現実を突きつけられた。愛し合って結婚したはずの私よりも義母を信じるのか。ショックを受ける私を夫は一方的に罵ると、さっさと部屋を出て行ってしまった。夫と落ち着いて話し合うこともできなかった。私が仕方なくリビングに行くと、夫が帰ってきているため、義母が張り切って夕飯の準備をしていた。普段は一切家事をしていないため、どこに何があるかも把握しておらず、容量が悪く物をひっくり返したり、皿を割ったりと、台所はひどい惨状となっていた。お母さん、変わりましょうか？あまりにひどい状態を見かねて私が声をかけると、それが義母の勘に触ったのか、馬鹿にするな、と逆上し始めた。あんたが適当に片付けてるから困ってるんじゃないか。そう言って私のせいにしようとする義母。普段私しか料理をしないんだから、自分の使いやすい場所に片付けるのは当たり前じゃないですか。私のせいにしないでください。ついさっき、夫に嘘を吹き込んでいたことを知ったのもあり、今までであれば、黙って引き下がっていたが、思わず義母に向かって、強い口調で言い返していた。私が言い返してくるなんて、思ってもいなかった義母は、驚きの表情を浮かべて、私を見た。しかし、みるみるうちに、顔を真っ赤に染め、怒りで震え出し、ぶち切れた義母は、恐ろしい形相で私を突き飛ばした。強い力で押され、
私が後ろによろけると、そこには義母が夕飯のために煮込んでいた熱々の鍋が。鍋はコンロから落ちてひっくり返り、私の腕に中身が飛び散った。あまりの暑さに私は悲鳴を上げた。その声を聞いて夫も台所へやってきた。鍋がひっくり返り、私がその近くに倒れて痛みにうめいているという状況なのに、夫は一番に義母の怪我を心配して声をかけた。そして義母の無事を確認すると、夫は、せっかく母さんが作った夕飯が台無しじゃないか、と私に向かって怒鳴りつけたではないか。この状況で心配するべきなのは、どう考えても私の方。ショックと痛みで言葉が出ない私に向かって、義母も、本当にこの嫁は使えないわね、役立たず、と、夫と一緒になって私を罵っている。二人からの罵倒を受け、今まで抑えていたものが涙となって溢れ出した。もう我慢できない。そう思った私は、痛む腕をかばいながら立ち上がると、走って台所を出て、自分のカバンをつかむと、義実家を飛び出した。そして少し歩いてタクシーを拾い、夜間救急に行き、腕の応急処置を受けた。処置の後に、薄暗い病院のロビーのベンチに座りながら、私は今までのことを思い返していた。私は夫を愛して結婚し、義母と家族になったが、二人は、私のことを都合のいい奴隷だとしか思っていなかったのだ。さっき怪我をした私を心配もせずに、二人して私を罵った、あの光景で、嫌と言うほど分かってしまった。いや、今までも薄々分かっていたのに、それを考えないようにしていたんだろう。自分の時間もお金も、人生そのものを夫と義母に搾取されていた。そのことに、改めて怒りが湧いてきた。この腕の火傷は完治しても、跡が残ってしまうらしい。それならば、この火傷すらも利用して、二人を懲らしめてやりたい。私は、二人への復讐を心に決めた。その日の夜は、近くのビジネスホテルに泊まった。家を飛び出す際に持ち出したカバンには、財布や身分証明書、通帳など、大切なものは一通り入れていたので、困ることはなかった。次の日の午前中、再び病院を受診し、手当てを受けた私は、以前から考えていた計画を実行するため、意を決して、夫と義母のいる、義実家へ帰宅した。家では二人が待ち構えており、昨夜勝手に家を飛び出し、戻らなかったことを、ひどく罵倒された。二人が怒り狂っていることは、想定内だった。何を言われても私はうつむき、反省しているように見せかけて、反抗はしなかった。そして、その日から2週間、私は以前のように、義母の世話をしながら、言うことを素直に聞き、従順な嫁を演じた。義母の相変わらずな嫌味や悪口、暴言も好きにさせておいた。夫は私が帰宅して、またすぐに単身赴任先に戻っていったが、義母から私の素直な様子を聞いて、きっと安心していることだろう。しかし、私はパートや病院に行くふりをして、無料の弁護士相談に行ったりと、秘密裏に行動をしていた。そして、2週間が過ぎた、週末のまだ薄暗い早朝、私は朝食の支度から、義母のホームパーティーの準備など、すべての家事を放棄して、少しずつまとめていた、自分の荷物を詰めたスーツケースを片手に、義実家を出た。義母は朝起きて、家のどこにも私がいないことに驚いたことだろう。家を出てとりあえずの居場所として取ったビジネスホテルに着くと、義母からは大量の着信が入っていた。義母が夫にも連絡したのか、夫からもメールが何通も届き、いくつか中身を見てみると、
お前よりも若くて役に立つ嫁はいくらでもいる。離婚できるもんならやってみろ、と言った挑発じみた内容であった。夫からのメールを確認していると、再び義母からの着信が入ったので、電話に出ることにした。電話口の向こうでは、ホームパーティーを台無しにされたことや、家事を放棄したことについて、義母は今までに聞いたことがないような、ヒステリックな声を上げながら、怒り狂っている。このダメ嫁が、サボるくらいなら、いっそ出て行ってくれ。義母のその言葉に、私は、ご安心ください。もう新居にいますので、そちらには戻りません。ときっぱりと言い放った。義母は私の返答に驚いた様子で、動揺した声を上げた。あんなに長い期間言いなりになっていた私が、まさか今更、本当に出ていくだなんて、思ってもいなかったのだろう。私はこの計画を立ててから、表では従順なふりをして、コツコツと準備を重ねてきた。家での暴言や暴行は、すべて日記に記録を続け、ボイスレコーダーも持ち歩き、音声の証拠もしっかりと記録してある。そして、義母の暴行によってできた腕の火傷は、通院先で診断書を作ってもらった。自由に使えるお金は少なかったが、コツコツと節約や投資をしていたおかげで、しばらくビジネスホテルで生活できるほどの、まとまったお金も得ることができた。驚きで何も言えないでいる義母に、私は夫と離婚をする意思を伝え、あとは弁護士を通して連絡をすることを告げ、電話を一方的に切った。その後、私は無事に新居を見つけて、そこに引っ越すことができた。小さなアパートだが、一人で住むには居心地のいい部屋だ。離婚の件は、夫と義母は慰謝料の支払いには渋ったものの、離婚にはすんなり応じた。渋っていた慰謝料も、私が用意していた証拠の日記や、ボイスレコーダー、火傷の診断書が有力な証拠となり、慰謝料請求が認められることになった。そして、数ヶ月の期間がかかったが、無事に離婚が成立した。今まで、時間もお金も、すべてを搾取されていた私は、自由になれたという喜びで、いっぱいだった。これからは、誰にも支配されずに生きていける。そう思うと、とても解放的な気分だった。一方、元夫はというと、私との離婚が成立した後、すぐに若い女性と再婚したらしい。これは薄々分かっていたことなのだが、元夫は私と結婚している時からずっと単身赴任先で浮気をしていたのだ。単身赴任先と義実家はそれほど距離は離れていない。週末に帰ってくるのが金銭的、時間的に難しいというほどではなかった。それにもかかわらず、元夫は滅多に帰ってこなかったし、以前元夫が義実家に帰ってきていた時に、電話で愛人と思われる人物と電話をしているのを聞いて、夫の浮気に気づいた。離婚をする際に、そのことも追求してもよかったのだが、早く夫と義母から解放されたい気持ちが強かったので、夫が認めず、離婚をこねられてしまうと困ると思い、その点には触れなかった。自由になれるのであれば、夫が浮気をしていようが、その後再婚しようが、私にとってはどうでもいいことだった。新居での一人暮らしがだいぶ落ち着いてきた頃、元夫から一本の電話がかかってきた。何事だろうと警戒したが、大事な用事だったらと思うと無視はできず、仕方なく電話に出た。すると、電話の向こうの元夫は、随分と憔悴した様子だった。何事かと話を聞くと、なんと再婚相手に貯金を使い込まれたという。再婚相手は元夫よりも15も年下で、気が強い性格だそうだ。私が嫁に来た時のように、義母と元夫が嫁としての心構えを教え込もうとしたようだが、再婚相手はそれをきっぱりと拒否。その上、
元夫の収入や貯金を好き放題に浪費し、家事もろくにせず、私の時とは反対に、元夫と義母がその再婚相手に振り回される羽目になり、疲弊しているという。元夫と義母が再婚相手に何を言っても、バツイチのジジイの嫁に来てやったんだから、それくらい当たり前、と上から目線な態度らしい。そんな状況に陥って、初めて少ない生活費でやりくりし、文句を言わずに家事を、義母の世話をしていた私のありがたみを実感したらしい。元夫は、今までのことは水に流してやるから、慰謝料は撤回して戻ってきてくれ、と私に懇願してきた。そんな元夫の言葉を聞いて、私は心の底からため息が出た。再婚相手も浪費家で、なかなかな癖のある人物なようだが、義母と元夫の理想とする嫁に喜んでなろうとする人なんて、この時代に見つかるとは思えない。そんなことに未だに気づかず、私が受けた苦痛を逆に水に流してやるなんて、よく言えるもんだと呆れてしまった。それに、ジジイの嫁に来てやった、のセリフを聞いて、私は思わず笑ってしまった。それは私が散々、豊島の嫁をもらってやった、と言われてきたのと同じではないか。全く同じことを言われている元夫が滑稽で、ざまあ見ろという気持ちだった。私は、戻って来いという元夫に対し、そんな義理はないと、きっぱりと冷たく言い放ち、電話を切り、着信拒否をした。その後はというと、義母は私がいた頃とは逆に、元夫の再婚相手に奴隷のような扱いをされ、大好きだったホームパーティーも開催することができなかった。それどころか、私をいびって離婚させた噂が近所に広まって、友人たちとは疎遠になってしまったらしい。楽しみを奪われた義母は、みるみるうちに老け込み、ついには認知症を発症。再婚相手によって老人ホームに入れられ、大好きな息子とも離れ離れに暮らすことになった。夫は単身赴任を続けていたが、その間再婚相手は別の男と遊びほうけているようだった。貯金もどんどん使い込まれ、私への慰謝料の支払いにも追われ、生活が一気に苦しくなり、夜もアルバイトを始めたようだ。夫は、子供ができれば再婚相手が変わるのではないか、と考え、不妊治療クリニックを訪れたらしい。そこで分かったのは、夫側に原因があるということだった。まさか自分に原因があるとは思ってもなかった夫は、落ち込んで自信を喪失してしまっているらしい。何の根拠もなく、私のことを不妊嫁だと罵ったことに、文句の一つも言いたかったが、元夫は十分痛い目に遭っているようだし、義母に至ってはすでに会話が成り立たない状況になっているらしい。私はというと、結婚していた時に勉強した投資や節約の知識を活かし、資格を取得した。介護のパートは辞め、その資格と前職の経験を活かして就活をしたところ、なんと以前勤めていた会社の上司が、ぜひまた一緒に働こうと、声をかけてくれた。そして、正社員として、再び採用されることが決まった。もう二度と戻れないと思っていた、大好きな仕事に戻ることができ、驚きと喜びで、これからの生活に、期待で胸がいっぱいだ。辛くて、苦しい結婚生活だったが、勇気を持って行動を起こしたことで、今こうして私は、幸せを手にすることができた。今まで元夫や義母に搾取されてしまった分、これからは自分のために生きていこう。私はそう決意を新たにした。妻が会社の上司、バツイチ独身と不倫していた。しかも妻実家はそれを容認。結果妻に使い込まれた金と慰謝料、退職金半分をいただいて離婚することになった。妻上司からも慰謝料、
退職金をいただき、会社は自主退社扱いの解雇となった。さらに妻家族、義両親、義弟、義妹を家から追い出し、家のリフォーム代の半分もゲット。俺は一人っ子で、両親は共に亡くなっている。仕事は車の板金塗装とコーティングとカスタムパーツ店を経営している。会社は小さいが一応経営者。両親が残してくれた家と遺産、それと遺産の資産運用でそれなりに生活は楽だった。俺は高校中退の引きこもりで、その時代からやっていた株転がしで蓄えはそれなりにある。口座は4つに分け、妻には生活用と貯蓄用の2つを渡していた。残りの2つは自分の趣味用と資産運用。遺産プラス資産運用プラス株転がし用。妻とは祖母とおば、祖母とおばは同居の紹介で半年の交際を経て結婚した。結婚1ヶ月後、妻の頼みで妻家族、義両親、義弟、義妹が家に転がり込んできた。家は俺のものなのに、なぜかマスオさん状態だった。しかし結婚して同居を始めてから、妻と妻家族の様子がおかしくなった。妻は俺との日常会話や夜の生活を拒むようになり、妻家族は俺をいないものとして扱うようになった。妻に話しかけると、仕事で疲れてるから後にして。一般企業で働いたことない人はこれだから。とまともな会話にならない。夜の生活の時は、あなたはそれしか考えられないのか。と一周。入籍後、片手で足りるほどしかしてませんが。妻家族には話しかけてもほとんど無視。毎日の食事は同居する際に義母が自分からやると言ってたのに、自分で用意して食べれば、と俺の分だけ用意してくれなかった。義両親は俺の家に住んでおきながら、血のつながってない人間がいると疲れる。と俺の目の前であからさまにため息をついた。義弟は、ヒッキーかよ、肝。とわざと俺を避け、今はヒッキーじゃないんだけど。義妹は俺が近寄ると、油くせえし汚ねえんだよ、近寄んな。と言って、眉間にシワを寄せた。そしてそれぐらいから、元妻の帰宅時間がほぼ午前様になり、出張が急増するようになった。俺はそんな生活がだんだん嫌になり、職場の近くのマンションを借りて、平日はそこで過ごすようになった。俺がいない時に、両親が建てた家に何かされたら不安だったので、音声も取れる隠しカメラを、全部屋に設置した。もちろん、義両親、義弟、義妹の各部屋と、風呂場とトイレは除外した。ある日隠しカメラの映像をマンションで適当に確認してると、衝撃の事実が明らかになった。なんと、俺がマンションにいる平日、知らないおっさんが毎日家に寝泊まりしていた。当然のように夜の生活も毎日妻としていた。しかもそのおっさんに妻家族も親しく接していた。そして皆で俺の悪口のオンパレード。旦那は ATM だから。油臭くて近寄りたくない。不倫にも気がつかないバカ。などと言いたい放題。その中で貯蓄用としていた妻に渡していた口座から金を引き出し、そのおっさんに高級車をプレゼントしていたことも発覚した。会話の内容から、おっさんは妻と同じ会社の上司だということが判明。まあ妻側からしてみれば、会社経営とはいえ、板金塗装屋をやってる俺より、一部上場を狙っている会社の課長の方がよく見えたんだろうな。旗から見ればエリートコースだし。俺はそこの会社の代表と親戚、
祖母のいとこで、さらに会社の株も祖母からの生前分与で、十分の一ほど持ってるんだけどな。見合いの時に、妻の働いている会社社長の遠縁と紹介したのに、いろいろな事実を知ってしまい、一人ではどうしようもできなくなった俺は祖母に相談した。祖母は妻を紹介したことを謝罪し、さらには知り合いの弁護士を紹介してくれた。その弁護士は祖母が教師をやっていた頃の教え子の一人で、かなり優秀な人らしかった。弁護士は隠しカメラとはいえ自宅につける分には何の問題もないということと、それが十分に証拠になるということで、離婚に向けてすぐに動いてくれた。祖母から話を聞いた親戚の社長は、すぐに俺のマンションに来てくれて、会社に一緒に行こうと提案してくれた。そして翌日、親戚の社長と一緒に会社へ行った。たまたま会社のロビーで妻に遭遇した。妻は俺を見るなり、かなり慌てた様子で。何しに来たの？恥ずかしいから帰って。社長、申し訳ありません。といろいろ言っていた。それを見た社長が、私が連れてきたんだ。俺くんは私のいとこだ。なぜ恥ずかしい？早く仕事に戻れ。と突っぱねた。妻はさらに動揺していた。それから社長と妻とおっさんとその上司の部長を会議室に呼び出し、話し合いが始まった。弁護士と相談した結果、おっさんと妻は自主退社という名の解雇。退職金はすべて慰謝料として俺に支払うことが決まった。ただし告知は弁護士が内容証明を送ってからということになった。それから社長と一緒に妻家族のところに行き、話し合いが始まった。結論として、妻と妻家族に対しては使い込んだ金の返還。婚前財産のため財産分与の対象外。もし返還されなければ、窃盗罪として取り扱う旨を明記。家の明け渡しについては、名義は俺なので、明け渡しを拒む場合は、相場額で買い取りという旨を明記。慰謝料請求は、退職金の半額。残りは財産分与を当て、応じなければ懲戒解雇にする。その場合は別途、慰謝料請求及び財産分与の放棄をしてもらう旨を明記。また、義家族には、元妻と同額請求を元妻を除く全員に請求。もしくは家のリフォーム代半額を支払い、応じなければ俺の家を乗っ取ったということで、民事訴訟を起こす旨を明記した。そしてもちろん妻と俺は離婚することが決まった。おっさんに対しては慰謝料を請求。退職金を当て応じなければ懲戒解雇にする。その場合は別途慰謝料請求をすることが決まった。以上の内容で内容証明を作成した。弁護士と親戚の連名で発送することにした。ヘトヘトになった俺はその後、マンションへ帰宅。帰宅後に妻から電話が何件もあったが、完全無視。気持ち悪くなって吐きまくった。吐きまくっていると祖母から電話が来た。経過報告している途中だったが、吐き気が催し、体調不良を理由に電話終了。翌日、いとこ、おばの下の娘が心配して看病に来てくれた。こんな状態で仕事はできそうもないので、店はしばらく部下に任せることにした。それから一年後の今日、使い込まれた金の返還が終わり、すべてが片付いた。使い込んだ金の返還や離婚については、揉めに揉めた。妻が車を売却しようと、おっさんに返還を求めたが、所有者、運転者ともにおっさんだったために、おっさんがそれを拒否したり、家の明け渡しの際には、妻家族全員に、
私たちの家だ。衆の住処を奪うのか、人手なし。とか、他にもいろいろと言われて精神的に辛かった。妻がこの後に及んで、本当はあなただけを愛している。あなたがいなければ私は生きていけない。何かの気の迷いだった。などなど、言い訳のオンパレード。絶対離婚したくない。と最後までごねて、正式に離婚するまでかなり苦労した。住んでいたマンションは解約し、妻家族を追い出した後はリフォームした。自宅に戻れたし、使い込んだ金も戻ってきたし、慰謝料もすべて振り込まれた。とりあえず、晴れて独身に戻ったぞ。しかし問題が二つ。義母が平日の真っ昼間に、堂々とリビングで知らないおっさんにと行為をしていた動画が、行方不明なんだよな。引っ越しの時に誰かが義父の荷物と一緒に入れてしまったのかな。どうしようかな。ニヤニヤ。そしてもう一つは、なぜかいとこが俺の自宅に居座っていること。おばはいとこが俺に好意を持っているのが気に入らないらしくて怖い。しかしいとこと話していたら、一番ひどいのはなんとおばだということが判明した。妻家族が俺の家に転がり込んできた理由が、元妻とおっさんの不倫が続いているのを知っていたということだ。おばはいとこが俺に好意を持っているのが非常に嫌だったらしく、俺が過去引きこもりだったから、妻の不倫が発覚すれば、離婚騒動やらで俺が気落ちし、また引きこもりに戻るかもしれない、と考えたらしい。俺が引きこもりになったら、いとこの目も覚めるだろうと。不倫が発覚しなくても、妻帯者だから、いとこと過ちを犯すまい、と考えたらしい。おばは裏でそんなことを画策していたらしい。不倫が発覚し、祖母に相談したときに、おばが勧めてくれた縁談だから、全部片付くまでは黙っててほしい。全部片付いたら、俺から直接報告するから、と言っていたので、おばは妻が不倫したことなんて絶対知らないはずなのに、祖母とおばの家に行ったらいきなり、妻ちゃん、不倫しちゃったんだって？大変だったわね。と言ってきた。ちょっと待て、なんで知ってるんだ？と問い詰めたら白状した。いとこにも念のため確認したら、誰にも言ってないと言ってたし、おばに詰め寄った結果の白状だから、確実におばは元から妻の不倫を知っていたと思う。俺の家はリフォームして二世帯住宅になったので、祖母が俺の家に来て同居することになった。これから先はどうなるかわからないが、ひとまず一件落着だ。妻は完全に俺の持ち家と金目当てで結婚したんだろうな。元妻との間に子供がいなくて本当に良かったと思った。と言っても、結婚してから拒否され続けてたので、子供ができる可能性も低かったのだが。独身の俺を心配した祖母が、教え子でいい人紹介しようか？とも言ってくれたが、もうしばらく女性はこりごり。元妻やおばに裏切られて人間不信になりそうだ。これからは仕事一筋で頑張っていきたいと思う。では次回の動画でお会いしましょう。私の名前は愛子。今年で56歳になります。夫の大輝は3つ年上の59歳で、もう結婚して32年になります。私たちは高校の同級生で、卒業と同時に付き合い始め、そのまま結婚に至りました。新婚旅行は流行りのハワイに行こうと二人で言っていましたが、当時は二人とも貧乏で結婚式を挙げるのがやっとでした。
また私たちは自分たちの田舎から出たことがなかったので、洒落たものなどさっぱりわかりませんでしたが、それでもお互いに相手がいれば満足という幸せな暮らしをしていました。子供も男の子二人に恵まれました。長男の陽平は都会に憧れて大学を卒業すると、そのまま東京で就職してしまいました。一方、次男の拓也は地元の建設会社に就職し、二つ年下の桃香さんと結婚し、我が家の近所のアパートに住んでいます。拓也のお嫁さんの桃香さんは美容師をしていて、見た目は金髪で派手ですが、内面はとてもいい子で、我が家にしょっちゅう来ては家事を手伝ったりしてくれていました。さらに、つい先日、拓也と桃香さんの間に赤ちゃんが生まれ、初孫で幸せいっぱいなところに、今度は長男の陽平が結婚するというめでたい知らせが届いたのです。こんな幸せが続くと怖いくらいだと夫と二人で話したものです。そしてしばらくして陽平が挨拶のために婚約者の葉月さんを連れて田舎の我が家にやってきました。葉月さんは都会のお嬢さんと聞いていたので、私たちは朝からそわそわして、どこかおかしいところはないかと大輝と二人でチェックをしていました。彼らが駅に着く時間に二人揃って車で迎えに行きました。陽平と葉月さんは駅のロータリーで並んで待っていました。綺麗なワンピースを着た葉月さんは田舎が珍しいのかキョロキョロと周りを見渡しています。本当に店も何もない田舎だったので、都会育ちの彼女は驚いたかもしれません。私は車降りて恐る恐る近寄り、陽平、葉月さん、はじめまして。遠いところからよく来てくれたわね。疲れたでしょう。と、私が笑顔を向けると、葉月さんは気が抜けたような声で、はあ。とだけ言って、私たちの古い白いライト板をじろじろと眺めて、これってもしかしてお店の車ですか?と聞いてきました。ええ、そうだけど何か?いえ、別に。困ったように葉月さんが目を背けると、それをフォローするように陽平が、ボロいだろ。まあ、我慢して乗ってくれよ。と言って車に乗り込みました。他にお車は?と、葉月さんは聞いてきました。これしかないのよね。まあ、別に不明はないしな。と、大輝はガハハと笑いました。陽平は、この調子だからさ。と、困った顔をしています。我が家は山の中にあるため、駅から20分も距離があるのですが、その間、車内には気まずい空気が流れていました。やっと家に着いて車を降りると、葉月さんは閉めておいた店の前に立ち、これが陽平の両親のお店ですか?と聞いてきました。山の中にポツンと立った薩摩揚げの店と家が私たちの城でした。陽平は、薩摩揚げ食べてく?結構いけるよ。と彼女に聞きましたが、やめておくわ。葉月さんは即答しました。私は、お店が休みの平日に来てもらってごめんなさいね。うちみたいなところは土日休むと大変だから。と謝ると、まあ別にいいですよ。陽平さんは社長ですから、時間の自由は聞きますしね。と葉月さんは少し誇らしげに言いました。聞いたところによると、彼女は陽平の秘書の仕事をしているらしいです。陽平は東京で数年前、事業を始めていて、そこそこ順調という話でした。何をしているのか聞いても、難しいカタカナばかりで、私たちにはさっぱりわかりませんでした。陽平は滅多に帰省しないので、様子もわからないのですが、頼りはないのはいい頼り。という言葉を信じ、元気でいてくれればそれでいいと思っていました。私たちが中に入ると、次男の拓也夫婦が赤ん坊を連れて待っていて挨拶をしてきました。いらっしゃい。はじめまして。
次男の拓也さんの嫁の桃香です。こちらは生まれたばかりの桜です。と、桃香さんが自己紹介すると、拓也が苦笑いしながら、おいおい、俺が先だろ?と、桃香さんに突っ込むと、あ、そっか、フライング。と、私たちと笑い合って、その場は一瞬、和やかな雰囲気になりました。拓也はペコリと会釈をして、弟の拓也です。よろしくです。いや、仕事抜けてきたから、こんな作業服ですみません。と、断りを入れてきました。作業服の男性と金髪の女性に、葉月さんはあからさまに嫌な顔をしながら、はい、よろしくお願いします。と、仏頂面で答えました。明らかに感じの悪い態度に、私と大輝で顔を見合わせていると、傭兵が、まあまあ、座って。実は、今回は、挨拶っていうか、大事な話があってさ。と、気まずそうに切り出してきたのです。私たちは全員で居間に座って、二人の話を聞くことにしました。傭兵がもじもじしているので、大輝が助け舟を出して、なんで?結婚の報告じゃないのか?と、話を振ると、いや、そうなんだけどさ。と言って、ちらちらと葉月さんの方を見ています。葉月さんは私が出したお茶に手をつけることもなく。ええ、私たちは結婚しますけれど、今後そちらの親族の付き合いは一切しませんので、今日はそのお断りに来させていただきました。と、はっきりと宣言したのです。私たちは意味がわからず、ポカンとして二人を見ていました。ポカンとしている中、拓也が、それってどういう意味なのかな?兄貴、婿養子にでもなるの?と聞くと傭兵が、いや、そうじゃないんだけど、葉月の家が、ほら、釣り合いっていうか、と、もごもごと口ごもります。葉月さんは、今日、改めてこちらに伺わせていただいて、私の判断は正しかったと思います。結婚式もしないことにします。淡々と言ってのけました。桃香さんが私たちの心の中を察して、ちょっと、それはないんじゃないですか?傭兵さんはお父さんたちが育てた大事な息子さんなんですよ。それを釣り合いがどうとか、あんまりじゃないですか?と、涙ながらに訴えると、葉月さんは金髪の彼女を汚らしそうに見て、私だってここまでの環境だったとは思ってもいませんでした。ただ、傭兵さんには責任を取ってもらいます。と言って、傭兵をじろりと見ました。傭兵はポリポリと頭をかいて。まあ、そういうわけだから。俺はどうせろくにこっちに帰ってなかったし、むしろすっきりするんじゃね?と、ヘラヘラと笑っています。すると、拓也が前に出て、いや、だって兄貴、起業するとき、親父たちに金借りてるじゃん。それで今後は関係ないとか、おかしくね?金も一切返してないのに、虫がいい話じゃないか。と訴えると、傭兵は私たちの方を見て、ああ、それはほら、ご祝儀っていうか、それでチャラってことで、お願いしたいな、と。と、両手で拝むようにしてきたのです。今回の目的は、むしろこれだったのでしょう。確かに私たちはいつか返済するという口約束で傭兵に資金を出していました。しかし、今の今まで一切彼がお金を私たちに渡したことはありません。葉月さんは、結婚式もしませんし、いいじゃないですか。と、しれっと言ってのけました。あまりの殺伐とした空気だったせいか、桃香さんが抱いていた孫の桜ちゃんが激しく泣き出してしまいました。大輝はずっと腕を組んで何を言うべきか考えている風でした。私も何と言っていいかわからず、呆然と成り行きを見ていると、傭兵が時計を見て。ああ、終電の電車出ちまな。じゃあ、俺たちはこれで。と、そそくさと立ち上がってしまったのです。葉月さんもすぐに立ち上がり、タクシーを呼んでもらえますか?と言ってきました。車で送った方が早いけど、と一応大輝が言ってみると、いいえ、大丈夫です。
と冷たく断ってきました。葉月さんはあのおんぼろの白いバンに乗りたくなかったのでしょう。二人は振り向きもせずにやってきたタクシーに乗り込んで帰って行きました。桃香さんはプンプンと怒っていて、こんなのってないですよ。何様ですか、あの人、お兄さんもあんなこと言って。といつまでもわめいていました。私は赤ちゃんに悪いわよ、となんとかなだめて家に返しました。私と大輝は二人きりになると、育て方を間違ったのかな。そうね。と二人で額を突き合わせました。大輝は、まあ、開業資金の500万はいいか。口約束だったから返済も期待してなかったしな。傭兵の言う通り、ご祝儀ってことで。そうね。最初からあげるつもりだったしね。でも、まさかこんな形になるとは思ってもいなかったけど。ただ、これ以上の支援はなしだな。それは傭兵も覚悟の上だろう。もともと私たちは子供を甘やかすことはせずに、自分のことは自分でするように厳しくしつけてきたつもりです。ただ、家業に関しては、私たちも親から受け継いだものがありましたし、それは巡っていくものだと思って、ある程度の支援はするつもりでした。傭兵はそれを投げ打って、葉月さんとの縁を望んだのですから、それは仕方ありません。それにしても、うちと釣り合わないという相手の家の家柄とやらは、どれほどのものなのでしょう。結婚式も両家の顔合わせもなかったので、私たちがそれを知る機会はありませんでしたが、巷ではどこぞの企業の社長の娘で、傭兵もそちらの支援を受けているという話がまことしやかに流れていました。私たちは心の整理にしばらく時間はかかりましたが、結局傭兵に、そちらの気持ちはわかりました。今後の付き合いは不要で結構です。最後のつもりで手紙を書きました。桃香さんはその話を聞いて泣いてくれていました。その後、私たちは元気なうちに家を建て替えようという話になり、拓也が一緒に住もうと言ってくれたので、7LDK の家を建てました。桃香さんはとてもよく尽くしてくれ、桜ちゃんに続いてひまわりちゃんも生まれ、私たちは6人で仲良く暮らしていました。そして、桜ちゃんが6歳になった頃、うちの店の前にできる恒例の長い行列に、ぶしつけにも割り込む女性が一人いたのです。どうして、どうしてよ。私はこの家の嫁よ。と、その女性は行列をかき分けて、店の中に突入してきたのです。それは、紛れもない、あの、葉月さんでした。私は、さつま揚げを揚げる手を止めて、彼女の方に近寄ると、丁寧にお辞儀をして、すみません、お客様、順番は守っていただけますか?と、断りました。葉月さんは、髪を振り乱し、何言ってるんですか?私です。葉月ですよ。傭兵さんの嫁です。と、わめき出したのです。行列のお客さんたちは迷惑そうに彼女を見て、早くどうにかしてほしいと念を送ってきます。私はパートさんに詫びを入れて、落ち着いてください。ちょっと中に入りましょうか。と、あくまで他人のふりをして家の中に誘導しました。家は店の裏の大きな一軒家で、近所ではさつま揚げ御殿と言われています。葉月さんが来た時に出迎えた古い小さい家とは比べ物にならないくらい大きな立派な家でした。私たちのさつま揚げの店は地元では有名で、土日になると100人以上の行列ができ、一番多い時で2000枚揚げた時もあり、100万円近い売り上げになった時もあります。都会育ちの葉月さんは知らなかったのでしょう。傭兵も、さつま揚げなんてダサいと言って都会に出て行った口でしたので、言いたくなかったに違いありません。
実際にここまでの売り上げになったのはこの20年くらいだったので、傭兵もここまで儲けが出ているとは知らなかったと思います。とにもかくにも、葉月さんは駅から歩いてきたのか、靴はボロボロで、洋服も毛玉だらけで、みすぼらしく、かつてのお嬢様の見る影もありませんでした。たった6年の間に、一体何があったのでしょう。彼女は家に入るや否や、その豪華さに目を見張り、何か飲ませてもらえませんか?と懇願してきました。私は水道水をついだ水を渡すと、彼女はごくごくと一気飲みし、ふうと一息つくと、私の方をきっと睨みました。前は出したお茶さえも一口も飲まなかったのに。教えてくれてもよかったじゃないですか。と、彼女はいきなり怒鳴ってきたのです。私が何のことやらと思っていると、桃香さんがひまわりちゃんを連れて、庭から中に入ってきました。彼女は赤ちゃんを産んだばかりで産休を取っていて、我が家でゆっくりとしています。彼女は葉月さんを目に留めて、あれ?お母さん、お店は?お客さんですか?と聞いてきました。それほど彼女の姿は変わり果てていました。まあ、6年前に一度見たきりですし、当然といえば当然です。なのに、葉月さんはその言葉に過剰に反応して。は?ここの長男の嫁だっつーの。田舎のヤンキーが調子こいてんじゃないわよ。と、いきり立ってきたのです。明らかに何か精神的に病んでいます。桃香さんは葉月さんと気づくと上から下までその姿を眺め倒し。あ、すみません。全然わかりませんでした。くすっと笑いました。その態度に葉月さんは歯ぎしりをして、今にも飛びかからんばかりでした。桃香さんは構うことなく、っていうか、付き合いはしないんじゃなかったんですか?今さら何しに来たんです?と冷静に質問をしてくれました。私はあくまで他人を通してやろうと思っていましたが、桃香さんが質問を始めたので、仕方なく話を聞くことにしました。葉月さんは6年前のことなど忘れたかのように。傭兵の会社が潰れて借金取りに追われてるの。傭兵がここで金を借りてきてくれって言うから、こうやってやってきてやったのよ。と、なぜか上から目線で言ってきたのです。私も桃香さんも開いた口が塞がりませんでした。あの、それが人に物を頼む態度なんでしょうか?そもそもお金なんて貸すわけないじゃないですか。と、桃香さんが私の代わりに言ってくれました。すると、葉月さんが。なんで次男の嫁のあんたが口出すのよ。私はお母さんに言ってるのよ。と、がなり立ててきました。私は仕方なく。申し訳ないけどね。桃香さんの言う通りだわ。うちにあなたたちに貸すお金はないわよ。と、はっきりと言ってやりました。すると、葉月さんは。だから、挨拶に来た時になんでお金持ちだって教えてくれなかったのよ。こんな立派な家が建ってるなんて思ってもしなかったわ。と、妙な逆恨みをしてきたのです。勝手に貧乏と思ったのはそっちでしょ?確かにお店は儲かっていましたが、私も代金も物欲がなく、今あるものだけで十分幸せでしたので、むしろ子供たちの開業資金にでもと思い、お金を貯めていたのです。傭兵の資金援助が必要なくなったので、今は地元の工務店の社長をしている次男の拓也だけに資金援助を回している状態でした。葉月さんはそのことも聞いていたらしく。ずるいじゃないですか。次男の匠、タクトさんだけにお金をあげて、うちに何も援助しないなんて。と、本当に自分のことを棚上げとはこのことで、私も桃香さんも顔を見合わせて首を振りました。すると、仕入れから帰った大輝が家に入り、あれ、お客さんかい?と、桃香さんと同じ反応をしました。
内気も葉月さんだとわからなかったようです。私と桃香さんは葉月さんに気づかれないように少しだけ顔を見合わせて笑ってしまいました。葉月さんは内気にするより、お父さん、お願いですから、洋平さんが借金取りに追われてるんです。息子がどうなってもいいんですか?と涙を浮かべて訴えてきたのです。すると大輝は、ああ、思い出した。そんな息子もいたの?とすっとぼけました。葉月さんはギリギリと歯ぎしりをすると、なんてひどい人たちなの?息子を見捨てるなんて!と言ってきたので、桃香さんが、ちょっと、最初に見捨てたのはあんたでしょ?それをお金があるとわかるや否や、手のひら返しするなんて、相手にするわけないじゃん。と、正論を吐いて、そもそも、お金持ちのご実家はどうしたのよ?と聞くと、葉月さんは黙って答えませんでした。どうやら、実家がお金持ちなのは嘘だったのか、そちらも父さんの浮き目にあったのか、どちらかはわかりませんでしたが、昔の彼女のおごりを知っている私たちは全く同情する気にはなりませんでした。大輝はこれ以上話すことはないと判断したらしく、おい愛子、彼女の大好きなタクシーを呼んでやれ。と私に向かって言ったので、はいはい、と私はタクシーを呼んであげました。葉月さんは気力を失ったのか、呆然と座り込んでタクシーと共に帰っていきました。一応、タクシー代と帰りの旅費だけは渡しておきました。それから数日後、洋平が拓也に電話をしてきたそうです。お前から仲介してくれないか?俺から言っても無理だろうから。兄貴、そんなのできるわけないだろ。6年も前に縁を切って出て行ったのに、勝手にも程があるよ。最後には女房に来させるなんて最低だ。悪いけど、俺は協力できないよ。そんなこと言うなよ。血のつながった兄貴じゃないか。と、洋平は泣きわめいたようですが、拓也は当時の私たちの気持ちを思い、また今後家族一同関わらない方がいいと判断して、団長の思いで断ち切ったそうです。ちなみに、この話は随分後になってから拓也から聞きました。その当時に聞くと私たちが心を痛めると思ったのでしょう。私は拓也という息子と桃香さんというとてもいいお嫁さんを持って本当に幸せだと思いました。それから2年後、私たちが結婚40年を迎えると拓也夫婦が照れくさそうに、いつもありがとうございますと言ってプレゼントを渡してくれたのです。それは念願のハワイ旅行のチケットでした。お店の方はパートの方たちが1週間くらいならなんとかなるからって了解してくれてますと、機転の利く桃香さんがしっかりと根回しをしてくれていました。大輝も私もなんだかんだとお店が気になって休みを取ったことがほとんどありませんでした。その結果、新婚旅行どころか普通の旅行も行けた試しがありません。拓也が、40年目はルビーコンって言うんだってさ、ダイヤモンドの次に硬いんだって、と教えてくれました。すると大輝が、ルビーか。薩摩揚げに紅生姜をもっと入れて赤くすればルビー揚げになるかな、とつぶやきました。もう、薩摩揚げの話ばかりしないで、と私が叱ると全員で大笑いをしました。結局大輝はルビー揚げを研究して名前は紅玉揚げと変えてうちのヒット商品の一つになりました。結婚45年はサファイア婚、50年は金婚。その度に新商品を出すつもりなの?とプレゼントしてもらったハワイ旅行で私が大輝に聞くと、それもいいな、と笑いました。なら、ボケずにいなきゃね。ほんとだな。あれ、45年が銀行 ?45 年はサファイアだってば、もうボケてるじゃないのよ。
と言って笑い合い、ハワイの海を堪能させてもらいました。何もなくても大事な人がそばにいて、一緒に時を刻めば幸せなのだと実感する日々なのです。私は要、もう少しで38歳になります。夫の陽介とは結婚して12年。お互い同じ会社で働いていますが、私は開発部で、夫は営業部なので、同じ会社といっても、ほぼ会うことはありません。しかし、共通の友達や同僚は多く、時折夫がした失敗を笑い話で聞かされることもしばしばでした。会社ではうまくやっている私たちですが、実は、家ではそうでもありません。と言っても、最近までは、順調な夫婦生活を送っていたと思います。私たち夫婦の間に何が起きたのかというと、私が36歳の時に私の母親が亡くなったことがきっかけです。父親は私が成人してすぐに事故で亡くなり、その後は母だけで実家にいたのですが、その母も病気により亡くなったことで、実家をどうするかという話になりました。もともと一人っ子だった私しか相続する人がおらず、私も夫とアパートに住んでいたこともあったので、実家を受け継いでそこに住もうという話になったのです。高校までは何も問題はありませんでした。それから2年は変わらず住んでいたのですが、ある日急に義母から連絡が入り、私の実家で一緒に住まわせてほしいというのです。話を聞くと、夫には姉のゆめかさんがいるのですが、ゆめかさんが最近離婚して戻ってきたらしく、もともと専業主婦で働くことが大嫌いな義姉は、義実家に戻ってからも働かず、ほぼニート生活を送っていたらしいのです。それが原因で、義両親も金銭的な部分できつくなり、家を売る話になったということでした。しかし、家を売ってしまえば住む場所がなくなってしまうので、私の実家に住もうという話になったとか。しかしそれは、義家族内であった話であり、私は急に聞かされたので、驚くことしかできません。お願いよ、要さん、人助けだと思って。電話越しの義母はいつもの冷たい感じではなく、私に甘えるかのような声を出して言ってきます。とりあえず、夫と相談させてください。何度も断ったのですが、義母は引き下がる様子もなく、ラッチが開かないので、私は夫を使って電話を切りました。その後、とりあえず義母から言われたことは、夫に伝えようと思っていたので、先に帰宅していた私は夕食を準備しつつ、夫の帰りを待っていました。そして、19時過ぎに帰宅した夫に、義母から電話があって、と言いかけたとき、夫は、ああ、何やら分かっているような反応を見せたので、私はまさかと思い、夫に話を聞きます。もしかして、お母さんから先に電話あったの？ああ、帰宅してる時にな。なんて？私は恐る恐る夫に聞くと、夫の口から、衝撃的な言葉が続きました。この家に、みんなで住もうってやつだろ？いいんじゃないか？え？私はまさか夫が賛成すると思っていなくて、その場で固まってしまいました。そんな私に夫は何がそんなに気に入っているのか、満面の笑みを向けます。だって母さんも姉さんも家のこと手伝うって言ってたし、生活費も渡すって言ってたぞ。確かに電話でも義母は私に言っていました。家事と仕事を両立するのは大変でしょ。私たちが引っ越せば、家事もすべてやるし、多くは渡せないけど、生活費も払うわ。しかし、私はこの言葉を信用していません。義母は専業主婦で、ずっと家事をしていたそうですが、挨拶に行った日に見た家は、綺麗な家とお世辞でも言えるような様子ではなく、出された食事も、すべて買ってきた惣菜物。義姉に至っては、会った時こそ綺麗にしていますが、一度きっかけがあり、家にお邪魔した際に、さすがあの義母の娘と言うべきなのか、
足の踏み場がないほどゴミが散乱していたり、食事もカップラーメンなんだとわかるほど残骸が落ちていたのを見ました。実は夫も同様で、とても綺麗とは言えません。お風呂は一日おきならまだしも、休みとなれば2、3日入らないことは当たり前。脱いだ服などはその場に置きっぱなしで、使ったティッシュもゴミ箱に入れない。すべてその補助は私がしていました。もちろん言ったことはありますが、わかった。というだけで直そうともしないのが現実です。夫でさえ大変だというのに、ここに義家族が加わっただけで鳥肌が立ちます。私は嫌だよ。にっこり笑う夫に強気でそう言うと、夫は真顔になり、私の横を通り過ぎ、目の前のソファーに座ったかと思うと、そのままテレビをつけました。嫌とかさ、何なの？俺の家族に不満があるわけ？夫はテレビから目を離さず、静かに言います。不満があるわけじゃなくて。ならいいだろ。もう母さんには、いいよって言ってあるから。結局話し合いなんてものはなく、夫は独断で、義家族が家に来ることを了承してしまい、私が慌てて電話をした時には遅く、義母は何度も私にお礼を言いながら、もう家の片付けに入っているということや、売る不動産も探しているなど、一方的に話をして、電話を切ってしまいました。私はため息を吐き、もう義家族がうちに来るという絶望感しか感じることができず、しばらくは元気も何もなくなってしまいました。それから数ヶ月後、義家族は何の報告もなく急にうちに来ました。その日は休日で、ちょうど夫も私も家にいたのですが、夫は知っていたようで、笑顔で義家族を受け入れます。私は我が物同然の顔で家に入ってくる義家族に驚きが隠せず、その場で何も言えず、義家族がどんどん家の中の探索を始める光景を見ているしかありませんでした。私、ここにしようかしら。義母が一階の客間を見ています。義父もそれにうんとうなずいて、どうやら即決したようです。そして義子はキョロキョロした後に二階へ上がり、一番奥の部屋を選びました。そこは確かに使ってはいないので、義子が使ってもいいのですが、家主である私に対して一言も言わずに義両親と義子は決めるので、開いた口が塞がらない状態の私、旦那は満足そうにうなずいている様子に、私は驚きから一気に冷静になり、もう抵抗しても意味はないのだと知り、義両親が住むことをずっと拒否していた私の考えが諦めに変わった瞬間でした。それからは、私も義家族を受け入れ、なるべく仲良くやっていけるように気を使っていました。しかし、義母がうちに来たいと言った時に、手伝うと言ってくれたようなことは何一つしてくれず、私が仕事で疲れて帰ってきても、義母は、嫁が家のことをやるもんだ、と、全く動く気配すらありません。義子はそれも同じで、部屋にこもるということはないのですが、下に来ても義両親と一緒に、笑いながらテレビを見るだけ。私は何も言えずにその姿にイライラしながら食事を作っています。そして、義家族が引っ越してきて数ヶ月経ちましたが、生活費をくれることもありません。この結末は見えていたといえど、少し期待していたので、苛立ちが生まれます。私は一通りの家事を終え、寝室にいる夫の元へ向かうと、不機嫌そうにその場に座ります。さすがに夫も気づいたようで、見ていた携帯を離し、私に目を向けました。やっぱり、約束なんて守ってくれないじゃん。私は夫を睨み、ブスッと不機嫌丸出しにしますが、夫には全く答えていないようで、なんだ、そんなことか、というような顔をして、再度携帯に目を向けました。仕方ないだろう。きっと余裕がないんだよ。別に俺らは金に困ってるわけじゃないんだから、そんな不機嫌になるなよ。夫は簡単にそう言い放つと、もうそれ以上は言うなよという雰囲気を醸し出します。私はこのやり場のないイライラをどうすることもできず、結局飲み込むしかありませんでした。それからまた数ヶ月が経った頃、
仕事から帰宅すると、義母と義士が何やら嬉しそうにチラシを見ています。私はまた何がそんなに嬉しいのだろうかと、私は横目に見つつ、夕飯の準備に取り掛かりました。すると何やら、またこそこそと話をしています。私の方をチラチラ見つつ、何かにやついていたので、どうせくだらないことでも話しているのだろうと、気にしないようにしました。そして夕食時、義母はおかずの位置を少し変え、目の前に先ほど見ていたであろうチラシを私たちの前に出してきました。ねえ、旅行に行かない？そのチラシには、ハワイ7日間の旅行パンフレットで、海外旅行にしては格安な金額です。しかし、一人当たりと考えると、決して安くはないと思いました。普段生活費も払ってくれない義母たちが、ハワイに行く旅費はあるというのでしょうか。いいね。夫はそこまで興味がないのかちらっと見て、テレビに目を向けつつ、適当に返事をします。そんな適当でいいのかと思い、夫を横目に見つつ、義母に、私はお金があるのか聞きました。大丈夫よ。カナメさんも一緒に行きましょう。義母は即答で、お金の心配はしなくていいと言います。しかも、私の分も出すというのです。予想外の言葉に私は、食べていたおかずが喉に詰まりそうになるほど驚きました。え、私もいいんですか？もちろんよ。いつも家のことしてもらってるし、このくらいは出すわ。義母は、任せなさいと言わんばかりに胸を張って、ドヤ顔を決めます。本当に信じていいのだろうかと思いましたが、ハワイに行くというのもそうそうないので、私はそれ以上疑うことはやめ、素直に義母の言葉に従うことにしました。予定などは前もって義母たちが組んでくれるということで、私も旅行に関しては義母と義士にお願いし、日程を組み次第仕事の休みを取ることにしました。そして数日後、義母たちは日程も決まったという報告を受け、私と夫は会社に有給を申請。しかし、私は旅行当日の午前に、どうしても外せない会議が入っており、会社側からも、午前中だけ出てほしいと懇願されました。幸い旅行は、その日の午後に飛行機搭乗だったので、なんとかなるか、と私も了承しました。しかし、これが大きなきっかけとなってしまいます。旅行当日、私は前もって午前のみ仕事ということを義母たちに伝えていたので、帰宅後にみんなで空港へ走ることになりました。私はそれを信じて急いで会議を終わらせ、予定よりも早めに家に着いたのですが、そこには誰もいません。私はまさかと思い、あちこち家の中を探したのですが、当たり前に誰もおらず、まとめておいた私の荷物だけ玄関に置いてあります。私は訳がわからず、最初は夫に電話をしましたが、出るはずもなく、その後、義母と義士に電話をしましたが、こちらも出ません。どういうことか、しばらく考えていると、ふと電話が鳴りました。画面には、義士の名前があります。もしもし？恐る恐る電話に出ると、義士の電話向こうは、何やら騒がしいことだけわかりました。ああ。カナメさん？義士も周囲がうるさいからか、大きめの声で言います。あの、どういうことですか？聞こえない。私の方は静寂に包まれているので、通常の声の大きさで問いますが、義士には私の声は届いていないようで、大きな声で聞き返されました。今、どこにいるんですか？私は少し声のボリュームを上げ、義士に再度みんながいる場所を確認します。義士は、あーと小さな声で言った後、電話越しでふっと笑ったことがわかるような、少し小馬鹿にしたような音が聞こえました。実は、もう現地にいるのよね。さも当たり前のように言う義士は、全く悪びれた様子はなく、その声に私もすっと冷静になりました。どういうことですか？私は自分が驚くほど冷静な声のトーンで義士に聞くと、義士はしばらく、と考え込むような声を出し、だから、今私たちハワイにいるのよ。
最初からあなたも行くなんて計画じゃなかったわけ。やっぱり義母と義子が私にそういうことを言うわけはないと思っていたけれど、どこかで期待していた私には正直ショックでしかありません。しかも今回は義両親と義子のみならず、夫も私を騙していたのかと残念でなりませんでした。まあ、あなたは一人リラックスできていいんじゃない？ゆっくり休んで。ケラケラ笑う義子の声は、私を馬鹿にしている以外に聞こえるような声ではなく、私はそれにどんどん苛立ちと悲しさが襲ってきました。最初は、すっと冷静になり、もう何もかもどうでもいいとさえ思いましたが、義家族と夫にここまでされたことは、受け入れがたいショックでしかなかったようです。家族だけで楽しんでくるから、あなたは家でゆっくりしてなさいよ。そう義子は言うと、最後に高笑いし、電話を切りました。私は切れた電話を手に、しばらくその場で固まり、真っ白な頭のまま何も考えられず、そのまま数分が経過したとき、もういいか、と、すべてが吹っ切れたような気持ちになりました。人間不思議なもので、もういいやと振り切れたとき、今まで抑えていた行動ができるようになるもので、私はすぐさま不動産に電話をしました。その不動産会社は、母親が亡くなった時に家をどうするか相談したところでもあり、もう必要なくなって売るという場合には、高く買い取ってくれると言っていたので、私はその不動産に家を売ることにしたのです。まだ昼過ぎということもあってか、不動産会社の担当の人はすぐに家に来てくれて、中や外を一通り見ると、またすぐに電話をしてくれると言い、帰っていきました。私は、そのまま自分の荷物をまずまとめ、いらないものやいるものなど、細かく分別します。そして、義家族や夫が使っている家具も、私が購入したものなので、そのまま中身を取り出して段ボールに詰めると、私はまたすぐに、リサイクル会社に連絡しました。この会社も、もともと職場で何度か顔を合わせることがあり、すぐに家具などを売りたいと伝えると、明日には来てくれると言ったので、私も了承します。そう。私はもう義家族や夫のことを考え、いろいろすることに疲れたので、もう家も何もかも売って、そのまま引っ越すことにしたのです。あの人たちが帰ってくるまで7日間もあるので、私はできる限り早めに行動します。そして、出て行こうと決めて4日目。仕事が休みということで、スムーズにことを運ぶことができた私は、この日には、義家族と夫の荷物のみ家の庭に置き、何にもない状態まで持っていくことができました。ガランとした実家に、思い入れがないというわけではありません。正直、寂しさもあります。ここで育ち、両親との思い出もたくさん詰まっている家なので。でもきっとこれからも、何も変わらない義家族と夫を懲らしめるには、これが一番だと思ったのです。5日目、家は不動産会社の計らいもあり、すぐに引き取ってもらい、私も実家を後にしました。義家族や夫の荷物については、不動産会社にすべてを話をしたことで、不動産会社も了承してくれています。私は夫の荷物の上に離婚届を記入した紙を置き、帰ってくるまでに雨が降るとまずいので、上に雨よけ用のカバーをかけ、すっきりした気持ちで新居に向かいました。それから7日目、早速夫から連絡が入りました。私は職場に事情を話し、6日目には出勤していたので、電話があった頃は職場にいました。もしもし？小さめの声で電話に出ると、明らかに焦っている夫の声が耳に届きます。おい、どういうことだよ。家に入れないし、荷物は外にあるし。夫の後ろでは、義両親も何か大声で言っているようで、わーわー騒いでいることが分かりました。何って、そのままですけど。私は場所を変え、誰もいないところまで移動します。いや、そのままって意味が分からないんだよ。夫はずっと電話越しで怒鳴ってきており、私が話そうとしても、また繰り返すように大きな声で怒鳴り続けてきます。私はその繰り返しの状況にどんどん飽きてしまい、何も言わずに電話を切りました。それから仕事に戻ったのですが、最中も夫や義母から何度も電話があり、仕事が終わる時には
私の画面には不在着信件数が30件近くにまでなっています。私は仕事帰りに夫に連絡をし、私の思いをすべて伝えることにしました。もしもし。数コール後、夫は電話に出たのですが、声が疲労しています。もしもし？何回も電話してくるの、やめてくんないかな？そんな夫を気にかけることはなく、私は面倒そうな声で夫に言いました。だから、どういうことか説明してくれれば。夫も、私の声の感じに苛立ったのか、少し強めに言ってきます。その直後に、夫の方が何かガタガタ言ったかと思うと、電話口にいる人物が夫から義母に変わりました。ちょっと、かなめさん、どういうことなの？義母は、元気があるのか大声を上げ、その声は、携帯を耳から離しても聞こえるほどです。もしかしてあなた拗ねたの？置いてかれて、子供じゃないんだから、今さらそんな。いえ、限界だったんです。なので家を売りました。私は義母が笑いながら小馬鹿にする言葉を遮り、きっぱり言うと、義母の笑いは止まり、数秒静かになります。え、冗談でしょ？どうしたのかと、私も黙っていると、義母から震えたような声が返ってきました。いえ、もう話はまとまってますので、買い手がつけばすぐに。そんな勝手なことをして、私たちはどうすればいいのよ。義母の大声はさらに大きくなり、私はとっさに耳から携帯を離します。知りませんよ。なんで私がそこまでしなきゃいけないんですか？あなたは陽介の嫁でしょ？理由になっていない気もするが、まあそこはあえて何も言わない。いえ、私はもう陽介とは離婚するつもりなので、陽介の荷物の上に離婚届を置いておきました。それを記入していただいて、あとは提出するか、弁護士に渡してください。弁護士ってあなた。あ、今後一切私には連絡せず、すべて弁護士にお願いします。陽介にもそうお伝えください。私はそれだけ言うと、電話を切り、それ以降、連絡を受けることがないよう、着信拒否をして、距離を取りました。それから、夫から謝罪のメールや、義母、義子から、何回も連絡が来たものの無視。義父は何も言ってきませんでしたが、きっと一人、おろおろしているのだろうと思います。それからは、弁護士の方が義家族の対応をしてくれて、なぜ離婚に至ったのか、という話もしてくれたようです。家についても所有権は私だったので、どうしようが私の勝手であり、義家族が口を出すことではないと言ってくれました。また、離婚に関しては反対され、離婚調停という話も上がったのですが、弁護士側から私が不利になる可能性について説明を受けました。いくら私が所有していた実家といえど、勝手に売買したため、財産分与を要求される可能性など、様々な問題が上がったものの、私は離婚時に不利にならないように、前もって義母や義子との会話の録音をしており、日々受けている扱いについても証拠としていくつかあったので、それを夫に見せたことで、離婚調停に持っていくことはなくなり、無事離婚が成立。その後会社では、私と夫のことは噂になり、関係のない部署にまで知れ渡りました。なぜか、離婚のことだけなら良かったのですが、義家族がした行いまで知れたようで、会社員のほぼ全員が私に味方をし、夫はかなり肩身の狭い思いをして退職したそうです。その後に関しては、共通の友人を通じて知ったのですが、どうやら義家族は借金を抱えていたらしく、夫が賄おうとした矢先に退職したことで、自己破産しかなくなってしまったそうです。その後、親戚の力を借り、住む場所は見つかったものの、狭いアパートに大人4人がぎゅうぎゅうになって、生活を余儀なくされていると言っていました。金銭的な部分は、義両親と夫が何とか働き、食いつないでいるそうですが、義子は変わらず働かずにぐうたらしているとか。暗い未来しか見えないと友人は言っていました。私にはもう関係のないことですが、せいぜい苦しんでくれればと思います。なんだよその服装。高級ホテルに似つかわしくないだろ。
俺にまで貧乏が映るの嫌だから帰ってくれる？同窓会で再会し、中卒は貧乏だと決めつけて、傲慢な態度を取り続ける同級生の翔馬。一流企業で働いていることを鼻にかける翔馬だったが、まさか自分があんなことになるとは思いもよらなかっただろう。僕の名前は圭介、28歳独身。母親と5歳下の弟のサトシと3人で暮らしている。父親は僕が10歳の時に交通事故で亡くなってしまい、専業主婦だった母は悲しみに暮れる暇もなく、僕たちを養うために働き始めた。外がまだ暗い時間から新聞配達をし、それが終わるとハウスクリーニングの仕事。夜には閉店後のショッピングセンターの清掃。母親が家に帰ってくるのはいつも深夜0時過ぎ。当時まだ5歳だった弟は突然父親が帰ってこなくなったことを理解できず、毎日のようにお父さんに会いたいと泣いていた。母親は弟が寝ているうちに仕事に行き、また夜寝た後に帰ってくるため、月に2回の休みの日にしかまともに会えない。父と母を恋しがり、泣いてばかりのサトシを少しでも安心させたくて、僕は毎日下校のチャイムと同時に学校を飛び出し、幼稚園のお迎えに行く。その足で公園に行き、日が暮れるまで思いっきり遊び、家に帰ると夜ご飯の準備だ。はじめはウインナーを焼けば焦がし、卵焼きはぐちゃぐちゃのスクランブルエッグになってしまうような料理とも言えないようなものだったが、失敗を繰り返すうちに綺麗なオムライスが作れるようになった。仕上げにケチャップでニコニコマークを書けば完成。ニコちゃんかわいい！お兄ちゃんすごいね！サトシはぴょんぴょんと飛び跳ね大喜びだ。やっと弟の笑顔を見ることができて、つられて僕も笑顔になる。こうして僕は母親代わりとなり、サトシを笑顔にするために頑張ることは全く苦ではなかった。しかし、幼稚園のお遊戯会でサトシが王子様役に選ばれて、衣装を作ってくるようにと連絡帳に書いてあった時は、途方に暮れて少し泣いた。仕事で疲れ切っている母にはとても伝えられない。悩みに悩んだ末に学校の担任に相談すると、先生は昼休みに家庭科室で一緒に作ろうと言ってくれた。僕はあまり器用な方ではなかったため、指先はボロボロだったが、一週間ほどかけて衣装は完成。サトシに見せた時のとびっきりの笑顔は今でも胸に焼き付いている。学校の友達もみんな僕のことを心配してくれたり、励ましてくれて、公園で会った時はサトシとも一緒に遊んでくれる。先生にも友達にもたくさん助けてもらって、いろいろな困難を乗り越えていった。そんな中、ただ一人、同じクラスの翔馬だけはいつも僕を見下したり、皮肉を言ってくる。お前の母さん、この間またうちに掃除しに来たぜ。父さんがいない家ってほんとかわいそうだよな。人の家を掃除してお金もらうなんてさ、俺のおかげでその鉛筆も消しゴムも買えたようなものだ。ありがたく思えよ。翔馬の家はとても裕福で、自分はお金持ちだといつも自慢してくる。さらに以前から定期的に利用しているハウスクリーニングの担当が僕の母になったようで、こうして母の仕事まで馬鹿にしてくる。僕のことをいくら悪く言われても平気なのだが、母のことを言われるのはとても嫌な気持ちになる。しかし前に一度言い返したら、翔馬がムキになって延々と嫌味を聞かされたので、そっか、そう言って軽く流すようにしている。翔馬とは腐れ縁で、小学5年生から中学3年生まで5年間ずっと同じクラス。一学年5クラスもあるのにずっと同じだなんて本当についてない。中学3年生の1学期、友達全員が進学を希望する中、僕は
進路希望調査票に就職と書いた。早朝から深夜まで働く生活を5年も続けている母の顔色が最近あまり良くないことが気になっている。家事全般や弟の面倒を見ることで母の負担を軽くすることはできても、お金を稼ぐことができない。そのことがとてももどかしく、僕は一日でも早く働きたいと思っていた。どこからか僕が就職を希望していると聞きつけた翔馬は、おい、みんな知ってるか？圭介のやつ、卒業したら働くんだってよ。俺らは高校、大学と少なくともあと7年は遊んで暮らせるのに、貧乏人はほんとかわいそうだよな。そうクラス中に言いふらす。母にはお金のことは心配しなくていいから、高校までは出てほしいと言われたが、僕の意思は変わらず、中学校を卒業後、就職したのだった。就職後、母には新聞配達と夜の清掃の仕事を辞めてもらい、必ず週に2回は休みを入れることを約束してもらう。もちろん母の体を少しでも休めて欲しかったこともあるし、今まで寂しい思いをしてきたサトシのそばにできるだけいてあげて欲しかった。サトシは小学5年生になっていたが、朝起きてお母さんが家にいるなんて最高！学校から帰ってきた時もお帰りって言ってもらえるし、嬉しすぎる！と喜んでいる。父が亡くなったばかりの頃は毎日泣いていたけれど、小学校に上がる頃からピタリと泣かなくなった。サトシはサトシなりに僕を困らせないよう必死に頑張ってくれていたのだろう。中卒の僕のお給料はそんなに多くはなかったが、一部はサトシのための学費の貯金に充てて、残りは家に入れる。こうしてやっと金銭的にも母を支えることができるようになったが、もっと二人にいい生活をさせてあげたいと僕は仕事を頑張り続けた。僕の28歳の誕生日、仕事が終わり家に帰ると家の中は真っ暗。この時間に母が出かけるのは珍しいなと思いながら部屋の電気をつけた途端、大きなクラッカーの音とともに、お兄ちゃん、お誕生日おめでとう！ケスケ、おめでとう！と二人が飛び出してきた。驚いて部屋を見渡すと、部屋中が綺麗に飾り付けられており、机の上には唐揚げやポテトサラダ、ミートソースパスタなど、僕の大好物が並んでいる。おお、びっくりした。内緒で準備してくれてたの？僕が言うと、うん、僕の初めてのお給料で全部準備したんだよ。料理は母さんが作ってくれて、ケーキは僕が作った。サトシがキッチンからケーキを運んでくる。少し形がいびつだけど、一生懸命作ってくれたことが伝わってきて、僕は嬉しくなった。お兄ちゃんが中学校を卒業してすぐ働いてくれて、僕は大学まで通わせてもらって就職もできた。お兄ちゃん、今まで本当にありがとう。ケイスケ、お父さんが亡くなった時、あなたはまだ10歳。ケイスケだって寂しかっただろうに、サトシのために、お母さんのためにと、いろんなことを我慢させてしまって本当にごめんね。ケイスケのおかげで、サトシもこんなに立派になって。母はポロポロと泣き、サトシは大号泣している。我慢なんてしてないよ。大好きな母さんとサトシのためにできることをしてきただけ。サトシが高校に行くまで、大学に行くまで、と仕事を頑張ることを苦労だと思ったことは一度もなかったが、就職が決まった時は、ほっと肩の荷が下りたような気がした。無意識に気が張っていたのかもしれない。これからは少し自分のために何かしてもいいかもしれない。28歳の誕生日は僕の第二の人生のスタートとなった。それから半年ほど経った頃、中学校の同窓会の案内が届く。卒業後、友達から時々連絡は来ていたのだが、仕事が忙しく全く会えていなかったので、13年ぶりの再会になる。みんな元気だろうか。僕は出席に丸をつけた。同窓会当日、会場のホテルに着いてから僕はハッとする。
いつもの癖で T シャツと短パンで来てしまったのだ。もう開始時間が迫っており、着替えに帰る時間はなかったため、仕方なくそのままの格好で会場に向かう。ウェイターから飲み物を受け取っていると、おい、もしかして。声がした方を向くと、やっぱり、ケイスケだ。卒業式ぶりだろ。ずっと会いたかったんだ。お前変わらないな。その声で人が集まってくる。本当だ。ケイスケ会いたかった。ますますかっこよくなっちゃって。お母さんとサトシ君も元気？二人は公園でいつもサトシと遊んでくれていた友達だ。連絡くれてたのになかなか会えなくてごめん。母さんもサトシもとっても元気だよ。僕の周りに次々と友達が集まってきた。みんな背が伸びたり、綺麗になったりと、見かけは随分変わったが、話すと13年の年月が経ったことを感じないほど昔のままだった。懐かしさで胸がいっぱいになり、感極まっていたその時。おいおい、なんか臭いと思ったら会場に貧乏人が紛れ込んでるじゃないか。会場の入り口の方から大きな声がしてみんなが一斉にそちらを向く。そこにはブランドスーツに身を固めた翔馬が仁王立ちで立っていた。翔馬は蔑むような目をしながら近寄ってきて僕の目の前で立ち止まる。よー、ケイスケ、久しぶりだな。お前ちゃんと会費払えたのか？僕は小さくため息をつき、まあ、なんとかな、と答えた。へえ、でもお前よく中卒で就職できたよな。まあ、ろくな仕事なわけねえけど。で、母親はまだ人の家掃除して金もらってんの？早く話を切り上げたくて適当に答えたのに、翔馬は母の話を持ち出してさらに話を続ける。うん、母さんは仕事を続けてるよ。そう答えると翔馬は大笑いしながら、マジ？やっぱり片親ってかわいそうだな。何十年も掃除ばっかりして無駄に年取って。頑張っても頑張っても貧乏なんだから虚しい人生だ。哀れむような表情でそう言った。子供の頃からずっと我慢してきたけれど、やはり母のことを悪く言われると頭にくる。僕は拳をぐっと握り、翔馬に言い返そうとしたのだが、友達がそれを察して僕の手を引っ張り。ケイスケ、やっと会えたんだ。あっちでゆっくり話そうぜ。話したいことも聞きたいこともたくさんあるんだ。そう言ってその場から離れさせてくれた。せっかくの楽しい同窓会の場を台無しにしてしまうところだった。友達に感謝しながら僕が移動すると、みんながぞろぞろとついてきて、翔馬はポツンと一人立ち尽くしている。それがまた気に入らなかったのだろう。グラスのお酒を一気に飲み干すと、急にウェイターに絡み始める。おい、もっといい酒を持ってこい。俺は大手企業に勤めてタワマンに住んでるエリートだ。こんな安っぽい酒は飲めねえよ。大きな声で怒鳴り散らす。お酒の種類は会費に合わせて設定されているから、ウェイターに絡んだところでどうにもならない。ウェイターはやんわりと断っているが、翔馬はしつこく絡み続ける。ここのホテルはうちの取引先なんだ。俺は社長とも顔見知りだぞ。おい、早くいい酒持ってこいよ。ウェイターの肩を乱暴につかみ、激しく揺らし始めるのを見て、僕はいても立ってもいられず駆け寄る。翔馬やめろ。翔馬の手をつかみ、ウェイターから引き剥がす。なんだよお前、ヒーローのつもりか？でしゃばりやがって。だいたいその服装、高級ホテルに似つかわしくないだろ。俺にまで貧乏が映るの嫌だから帰ってくれる？翔馬は一杯飲んだだけでだいぶ酔っ払っているようだ。帰るのは別にいいけど、明日クビになるけどいい？そう言ったその時、先ほどのウェイターが。オーナー？オーナーがなんでここに？と慌てふためき始めた。中学校の同窓会だったんだけど、
こんなことになってごめんね。ここはいいからもう下がっていいよ。僕たちの会話を聞いて、周りのみんなはポカンとしている。オーナー？どういうことだ？僕、ここのホテルのオーナーなんだ。中学校を卒業した時、母の経済的負担を少しでも軽くすることと、サトシを高校に行かせてやりたいという気持ちで、僕は仕事に打ち込んだ。サトシが無事高校に入学し、3年生になったばかりの頃、高校の担任から電話があり、本人は進路希望調査で就職を希望しているのだが、サトシの学力は非常に高く、進学しないのはもったいないとのこと。確かにサトシは昔から勉強が大好きで、成績も常に学年一番をキープし続けている。きっと僕の母さんに気を使って言い出せないが、大学でもっと勉強をしたいと思っているのではないか。この電話から僕はサトシを大学に行かせたいと思うようになった。また、この頃僕たちが住んでいたアパートはボロボロの6畳一間。今まで苦労ばかりしてきた母に、小さくても憧れの庭がある綺麗な一軒家でのんびり老後を過ごしてほしいと常々考えていた僕は、一大決心をして起業した。昔から母とサトシのためなら何だってできてしまうのだ。僕は中卒で学歴はないが、幸い人に恵まれており、たくさんの協力者とつてがあった。会社の規模はみるみる拡大していき、あっという間に東証一部上場企業へと成長。そして28歳の誕生日の翌日、以前から知り合いだったこのホテルの前オーナーから僕の会社を買い取りたいという話を持ちかけられる。第二の人生スタートに、ちょうど新しいことにチャレンジしたいと思っていた僕は、その話を受け、会社を売却する代わりに、このホテルのオーナーになったというわけだ。オーナーとしてホテルを訪れても、VIP待遇をされてしまい、普段のサービスの現状がわからない。定期的に一般客としてホテルのサービスを受けたり、より良い労働環境を整えるためのヒントを探すために、オーナーとわからないようにラフな格好をしてホテルに潜入していたため、いつもの癖で T シャツと短パンで今日も来てしまった。僕がこのホテルのオーナーだと分かり、腰を抜かしているショーマに僕はさらなる事実を伝える。ショーマの勤めている会社に今年僕の弟が入社したんだけどね。入社して数ヶ月だけどどんどん出世して、今人事部の部長なんだ。片親で育ったけれど、本当に優秀で兄としても鼻が高いよ。ショーマの表情はこわばって声は出ないようで手は震えている。ちょっと前から弟に相談されてたんだよ。ショーマのパワハラがひどくて苦情がたくさん来ているけどどうしよう。クビにした方がいいかなってね。ショーマの唇は紫色になり口をパクパクさせている。ショーマの会社の社長は僕の友達だし、僕がクビって言えば反対はしないだろうね。ここまで言うとショーマはふらふらと会場を去っていった。クビにするのは簡単だったが、僕はショーマの会社の社長に連絡し、あることを相談。承諾をもらい、サトシに辞令を出してもらった。ショーマとサトシの働いている会社は僕と同じホテル業。その下請けにハウスクリーニングの会社がある。そこには長年の真面目な勤務態度が評価され、チーフに任命された僕の母親が働いており、その下にショーマを移動させてもらったのだ。実はショーマの父親とは仕事関係のパーティーで知り合い、よくゴルフに一緒に行く仲なのだが、息子の性格には親でさえ手を焼いているとよく漏らしていた。今回のことを報告すると、よくやってくれたとお礼を言われ、もしショーマが泣きついてきても突き放すと話していたので逃げ道はない。決して大きくはないが、三人で暮らすにはちょうどいい広さの居心地のいい一軒家。広めの庭にたくさんの花が咲き、小さな畑もある。僕が母さんにプレゼントしたこの家で、今日も家族揃って夕食を食べた後、コーヒーを飲みながら雑談していた。母さん、翔馬の働きぶりはどう？僕が聞くと母は、全然ダメね。メンタルが弱すぎて、
泣きながらお掃除してるわ。でも大丈夫、ビシバシ指導してあげるから。笑顔でそう答える。あんなにバカにしてきたハウスクリーニングの仕事をまさか自分がやることになるとは思ってもみなかっただろう。移動でお給料が激減し、今まで住んでいたタワマンの家賃が払えなくなった翔馬は実家に援助を求めたが門前払い。仕方なく6畳一間のボロアパートに引っ越したそうだ。泣きながら掃除をしている翔馬を想像すると申し訳ないが少し笑ってしまった。サトシは大学生の時から付き合っていた彼女との結婚が決まり、公私ともに絶好調。僕のホテルで式を挙げたいと申し出てくれたのがとても嬉しくて、今から半年後の式が楽しみで仕方がない。あんなに小さくて可愛かったサトシが独り立ちするということが嬉しいけれど寂しくもある。式当日、ハンカチ一枚ではとても足りないだろう。僕がオーナーになった翌年、きめ細やかなサービスが好評で全国のホテル顧客満足度1位に選ばれ、業績は大幅にアップ。現在新しいホテルを建設中だ。従業員の働きやすい環境づくりにも力を入れて離職率も下がっている。これからチャレンジしたいことが次から次へと浮かび、仕事が楽しくて仕方がない。プライベートでは久しぶりに同窓会で再会した友達からの誘いの電話が鳴り止まず、休日のスケジュールは半年先まで埋まっている。気の合う友人とご飯を食べに行ったり、カラオケに行ったりと少し遅れてやってきた青春を謳歌している。私の名前はエミカ、28歳の在宅ワーカーで、今は一人でドイツのとある町で暮らしている。私は少し前に同い年の元夫、深夜と離婚をした。離婚の理由は深夜の浮気と義実家の家族問題だ。私の離婚理由は表向きは深夜の浮気だが、それはあくまでも表向きの話。本当の離婚理由は深夜の妹、みやびちゃんだ。今日は私と深夜の離婚劇についてお話ししたいと思う。私と深夜は大学時代の友人に紹介されたのがきっかけでお付き合いを始めた。深夜はごく普通の人といった取り立てて特徴もない人だったが、有名私立大学卒業後は大手企業、いわゆる商社勤めのエリートだった。私たちはごく普通にお付き合いをして結婚に至った。義両親も当時は普通の優しい素敵なご両親に見えた。私は幼い頃に海外で両親を亡くし、日本の祖父母に引き取られていた。その祖父母も数年前に亡くなり、私は天涯孤独の身だった。こんな私を義両親は、今日から私たちがエミカさんの家族よ、と温かく迎え入れてくれた。顔合わせの日、私は初めてみやびちゃんに出会った。彼女は深夜の2歳年下の妹で、高校卒業後は自宅で在宅ワークをしていると聞いた。当時のみやびちゃんはすっぴんに時代遅れのスーツを着て始終うつむいた様子のおどおどしたような内気な印象だった。あまり私とは合わないかなと思っていたが、たまたま席を立ってトイレに行くタイミングが重なった。トイレで鉢合わせした彼女は私に、兄と結婚しないで、あなた不幸になる。いきなりそう言って走り去った。私は意味がわからなくてポカーンとして立ち尽くした。私は深夜から、みやびは昔からちょっと変わったやつだから何か言われても気にするなよ、と言われていたので、このことは誰にも言わなかった。そしてそのまま時は流れて、私と深夜は挙式して、ハネムーンは定番だけどグアムに行った。私たちは新居のアパートで暮らし始めた。結婚すると週3程度のペースで義母から連絡が来るようになった。内容は当たり障りのないことがほとんどだったが、毎回義母は必ず、みやびちゃんの愚痴をこぼした。みやびったら外で働きもせず、うちのこともちっともしないのよ。なんか部屋にこもってパソコンつついたり絵を描いたりするばかり。家にはいくらも入れないのよ。だいたいこんなことを言っていた。私たちが義実家を訪問しても自室に引きこもって食事も自分の部屋でしていたのでほとんど交流はなかった。私は当たり障りなく義実家と付き合いながら自分も在宅ワークをしていた。私は海外にいた経験を生かして翻訳の仕事をしていたのだ。そんなある日、
スーパーに買い物に行った帰りにカフェで休憩をした時だった。混んでいるので相席を頼まれたのだが、その相手がなんと、みやびちゃんだった。こんにちは。あ、こんにちは、お姉さん。みやびちゃんは真夏の暑い日だというのに、長袖の冬物を着ていた。私は沈黙が気まずかったが、思わず声を上げた。あなた、そのあざどうしたの？コーヒーカップを手にしたみやびちゃんの袖口から見えた腕には、ドス黒く変色したあざがあった。ああ、これはその、違うんです。途端に狼狽する彼女。よく見れば、反対側の袖口から覗く手首は見えづらい位置だが、デコルテにも傷があった。いくら疎遠だと言っても見過ごせなくて、誰にやられたの？それって転んでも無理だよね。私は、きつく彼女を問いただした。信じてもらえないかもしれないけど、両親に。小さい声でそう言った。あなたの？はい、それと兄にも。どういうこと？誰にも言わないで。彼女はようやく観念したのか、ぽつりぽつりと話し出した。私は小さい頃から兄と比較されて育ってきました。両親は私より優秀な兄が大切で、劣等生の私はいつも両親と兄から叩かれて育ちました。そう。高校卒業後は大学に行きたかったのですが、お金がもったいないからと諦めさせられました。就職したかったのですが、家事をしないといけないので家から出させてもらえず、今はオンラインで絵本や児童向けの書籍の挿絵を描いていますが、収入はすべて母の口座に振り込まれています。ちなみにこれが今までの作品ですとスマホの画像を見せてくれた。それには私が翻訳した作品もいくつもあった。私にあの日、兄と結婚しないで不幸になるって言ったのは？それは、何も知らないあなたが両親や兄に私みたいに、変な言い方だけど奴隷みたいに扱われる未来が想像できたからです。私はみやびちゃんが嘘をついているようには見えなかった。彼女が見せてくれた腕にはあざ以外にも古い火傷跡がいくつもあった。小さい頃にタバコの火を押し付けられたという生々しいものだった。本当に早く兄と別れた方がいいですよ。両親がこんなことを言っているので。彼女はスマホのレコーダーからある音声を聞かせてくれた。私はそれを聞いてある作戦を思いついた。みやびちゃんと会ってしばらくして深夜は海外出張に出かけた。深夜が出かけて2週間が経った頃、義母から連絡が来た。お願い助けて、みやびが暴れて手がつけられないの。必死と言った様子の義母。先週から在宅ワークの仕事がなくなったらしくて荒れているの。うちが汚くてまずいご飯を私が食べさせるから仕事のクオリティが落ちたって。後ろでパリンと何かが割れる音がしている。だからね、そっちでみやびを預かってほしいの。無理です、暴れる成人女性ですよ。うちはマンションですし、周りに迷惑になりますから。ピシャリと断るが、義母は食い下がる。ごめんね、ミカさん。だけど私たちも限界なのよ。他人と一緒に暮らすなんて、まして暴れるんでしょ？本当に許してください。エミカさんのところだったら環境も変わるから、いい方向に行くと思うの。だから、ね。いやいやいや、ねえじゃないですから。それに、みやびさんが来るなら、そちらへの仕送りはできませんよ。ごめんね。私たちもお金うんぬん言ってられないの。ごめんね、ごめんねと言いつつ、みやびちゃんを押し付ける義母を無視して、私は電話を切った。もしもし、あなた？私はすぐに深夜に連絡して事の顛末を報告。深夜は、まあ母さんも足が痛いって言ってるし、父さんも高齢だからな。お前みやびの話し相手になってくれよ。そう言って電話を切った。翌朝、ピンポーン。朝早くからインターホンが鳴った。ドアスコープ越しに外を見れば、スーツケースを持ったみやびちゃんがいた。私は義実家に電話。みやびさんがいるんですけど。ごめんね。今日からみやびをよろしくね。よろしくじゃありません。ごめんね。でも、もう私たちじゃ無理なの。また連絡するから。私が抗議しても全く噛み合わない会話。義母は白々しく弱ったような風をして、電話を打ち切って、きちんと通話が切れたことを確認して、ドアを開けた。姉さん、お世話になります。いらっしゃい、みやびちゃん。お待たせ。私は笑顔でみやびちゃんを迎え入れた。そう。すべては私とみやびちゃんが仕組んだことだった。私はカフェでみやびちゃんからの話を聞いたのと、彼女が聞かせてくれた義両親と夫の会話。
ゆり子さんの妊娠は順調なの？ああ、もうだいぶ腹も大きくなってきたよ。無事に生まれてくるのが楽しみね。ああ、生まれたら雅に世話をさせて、大きくなったら母さんたちの世話をさせるから、老後は安心してくれよな。雅はまだしも、エミカさんは在宅ワークでもかなり稼いでいるわよね。あなたが見せてくれた通帳のコピーを見てびっくりしちゃった。あいつは子供が産めない体だけど、いい金づるだからな。稼がせればいいんだよ。雅の収入と合わせたら結構な額よね。そうそう、ゆり子さんはどうするの？産んだらいらないからな。適当に別れるよ。ああ、エミカには知り合いから里子をもらってきたって言っておくよ。サプライズでプレゼントだってね。生まれたらうちでみんなで暮らそう。早く母さんたちと同居したいな。嬉しいわ。さすが深夜ね。これを聞いて、今回の件を思いつき決行した。ゆり子とは深夜の浮気相手だ。同じ会社の事務員で数ヶ月前から深夜と浮気をしている。情報源は同じ会社で働いている友人だ。義両親と夫は人を人とも思っていない悪魔だと、私はその会話を聞いてゾッとした。私はその日みやびちゃんと連絡先を交換して遠隔で彼女に指示を出していた。手始めに彼女にネットバンクで口座を作ってもらい、彼女の仕事の報酬の振込先をそちらに変えた。さらに義両親からわざと家を追い出されるように仕向けるべく、彼女に思いっきり自宅内で暴れるように指示を出した。義両親はいきなりのみやびちゃんの表現ぶりに恐れをなして、早々にみやびちゃんをうちによこした。その日からみやびちゃんはうちで暮らしだした。みやびちゃんのお料理ってすごく美味しいわ。この煮付けなんてお店出せるよ。そんな、姉さんの手作りパンとケーキ、私こんなに美味しいの食べたことないです。みやびちゃんが作った料理の味は、以前義母が我が家の味だと言っていた味と同じだった。義母が家事をすべて負担させていたのだと、それを口にして改めて実感した。私とみやびちゃんは家事を分担し、穏やかに暮らしていた。だが、義実家と夫への制裁を忘れたわけではなかった。ねえ、みやびの様子はどう？義母は定期的にこちらに探りを入れてくる。お母さん、みやびさんたら家事はしないし、就職活動もしないので困ってるんです。私はわざとらしくみやびちゃんを悪く報告した。もちろん、みやびちゃん側にも義父から、このごくつぶし、貴様さっさとあの親なしに同居させるように仕向けろ。はあ。こんなふざけた探りが来ていた。みやびちゃんには、のらりくらりと適当にあしらうように指示し、通話はすべて録音していた。そんな生活を半年ほどしながら、私たちは逃亡の用意を整えた。そして半年後、海外出張から深夜が帰る前日。姉さん、お世話になりました。こちらこそ、みやびちゃんのおかげで厄災から逃れられるわ。そんな、私はただ不幸を増やしたくなかったんです。みやびちゃんは家を出て、海外移住を決めた。行き先はウィーン。半年分の給料をコツコツ貯めたのだ。もちろん義実家には内緒で、私からはみやびちゃんは私と大喧嘩して出て行ったと報告する予定だ。お元気で。うん、みやびちゃんも気をつけて。空港で彼女を見送った翌日。ただいま。お帰りなさい。帰宅した深夜に私は、はい、これと離婚届とこの半年で集めた浮気の証拠を突きつけた。あ、いや、これは違う。狼狽する深夜に。違わないでしょ？それに、音声もあるのよ。私はみやびちゃんから渡された、例の義両親との会話音声も突きつけた。あんたら最低、人としてありえないわ。そう吐き捨てた。あ、違う違う、これは何かの間違いだ。深夜はわめいていたが、あんまりごちゃごちゃ言うなら裁判するわよ。あ、あんたの海外出張が嘘なのも、調べはついてるからね。義実家にいたんでしょ？私が強行手段をちらつかせると、真っ青になって震え出す。頼む、捨てないでくれ。いやよ、あんたの金づるなんてまっぴらよ。すがりつく深夜を私は思いっきり足蹴にした。呆然とした深夜を残し、私は家を出て行った。後日談、私と深夜はかなり揉めて、弁護士を通じて裁判寸前まで行って離婚した。もちろんゆり子にも慰謝料を請求し、二人から多額の慰謝料をもらった。今回の一件が会社にもバレて、深夜は解雇、ゆり子は退職して、身重のまま実家へ帰った。私はゆり子に慰謝料請求をした際に、義両親と深夜のやりとりのコピー音源を渡した。それを聞いての決断だったとか。その後、義実家が追いかけてこないように、ウィーンに移住したみやびちゃんが、自分の受けた義実家での出来事を書いた本を出して、ネットでバズった。彼女とは今でも親しくしている。個人情報の部分はぼかして書いてやったが、
すぐに特定され、義両親と深夜は周りから白い目で見られ、さらにはネット民から顔や住所を晒されて、まともな生活が送れなくなり、泣く泣く家を手放して、誰も知り合いがいない田舎の山奥へと引っ越した。今は収入も義両親の年金のみで極貧生活なんだとか。私は離婚後、生まれ故郷のドイツの町へと移住した。懐かしい町で私は新しい人生を始め、今日も静かに穏やかな日を過ごしている。